あとですね、大谷翔平選手とね、よくやる遊びみたいのがあって、ほうほうほう。グラウンドで隙を見つけて、後ろから胸を。たくさん今日もよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。今日はですね、はい。大谷翔平選手について聞きたいです。でかー、もう誰でも聞きたいやつじゃないですか。はい。たくさんなんと同期なんですよね。同期入団でございます。年齢は何個離れてるんですか？年齢は9個かな。可愛かったですよ。可愛かったです。9個離れてるんで。まあ、今は世はい。界一の選手になったじゃないですか。はいはい。入団した時どんな人だったのかなっていうのを聞きました。ああ、入団した時は、ちょっとこう、気を使える高校生。高校、気を使える高校はい。今はもう全く気を使わない高校生。今、ちょっと慣れてきた。最初のほんのちょっと何日かだけですよ。あ、はい。何日間か何日間かは、こう、気を使える高校あ、そうだ生。打ち解けたらすごいですよ。柿さん、柿さんって言ってくれて、はい。コミュニケーション能力も高いことかなと思います。入って、まあ、柿さんの方が長く野球やってるわけじゃないですか。はい。さすがに俺の方がっていうのありましたね。野球に関して、はい。全然ないですよ。あ、本当ですか？全然ないですよ。野球に関して僕、彼のピッチング動画とか見てましたけど、はい。とんでもない子だなと思って見てましたから。そうなんですね。はい。このポテンシャルはやばいぞと。年齢は上ですけど、はい。実力的にはもう絶対彼の上だって言ったほうほう。まあ、結果はね、はどうなるか分かんない。はい。かったんですけど、実力はものすごいって見てました。実際に見たときはどうでした？ピッチングですか？その普通の大谷翔平を。ピッチングも。ピッチングもバッはい。ティングも。まずバッティング。これは度肝抜かれましたね。もうね、左バッターなんで、こう、レフト方向にもホームラン打つんですけど、そのホームランの打球速度がね、異常なんですよ。右バッターが打ってるような打球をバンバンレフトとか左中間に入れてるんで、何このバッターと思って。ライトに打てばもう場外ホームラン行ったし、球がやる。その時はバッターの方がって思ったんですかね、初めて見た見た時はもうバッターがすごい、もうこれバッターだったらもう今でも通用するんじゃないですか。ピッチングも球の速さもやっぱ入れつなかった。違いました。全然違います。もともとあのピッチング全力で投げないタイプなんですよね。あ、そうなんですはい。キャッチボール初めて僕やったんですよ。はい。合同実践の初日かな。はい。で、たまたま大谷翔平選手のキャッチボールできたんで。じゃあ記念すべき初キャッチボール。記念すべき。おかげでカメラに映らせていただいて、ありがとうございます。本当に。そう、だからその時でもね、軽く投げてたんですけど、もう球は落ちてこなかった。ずーっと、まあ、すごいなと思いながらキャッチボールやってました。そうなんですはい。ね。まあ、今だとなんかこう、例えばパスタに塩をかけて食べるとか、はい。そういうエピソードがたくさんあるわけじゃないですはい。か。高校卒業したての時はどんな感じだったんですか？まずは、車ないので、買い出しとか僕一緒に行ってたんですよ。車の大谷翔平を乗せて。ドライブだね。行って、スーパーまで行ってたんです。そんな感じで行そうなんですよ。今日何食べる？言ってたんです。はい。はい。ある日ね、コンビニも一緒に行ったことあるんですけど、はい。大谷翔平選手がいて、高校生男の子2人、おそらく野球部ですよ、坊主はい。で。ちらちら大谷翔平選手のことを見て、やっぱり勝てようか迷ってるんですよね。はい。僕は、ポンって、なんか叩いて、握手してもらえますかね？大丈夫してくれるかな？で、握手してほしい。そうですね。じゃあ、つなげてあげたんです。つなげてあげたんですよ。仲人です。ちなみに、その高校生、たくさんと握手したんですか？全然してないですよ、僕と握手。もう、こう、スルーですよ。全然見えてない、僕の手なんて。はい、そういうエピソードがあって、あとはね、やっぱご飯食べに行った時、はい。焼肉一緒に同期でみんな行ったんですけはい。ど、1杯目はね、ウーロン茶飲んでて、はい。2杯目にコーラ飲んでたんですよ。はい。正直1杯目からコーラ飲まないんだって言ったら、1杯目にコーラ飲むと血糖値が急に上がるから、もう、取りやすくなる。そんなの、知ってるの？高校生、知ってる。そういう技術、知識はい。も入ってるので、その時から食事とかにはね、うん。気を使うような選手そうなんですね。はやっぱたくさん食べるんですか？い。ああ、でも食べますね。うん。うん、量も食べます。で、ね、焼肉行って、まあ、その時はね、僕とかハイヤーで奢ってたりしてたんはい。でね。で、しばらくしてからもう何億も稼いでる時ですよ。はい。ご飯一緒に行って、はい。ね、柿さんのおごりですよね。いや、何億稼いでんの？で、結局僕が出しましたからあ、ね。やっぱりそこは。そこはね、出しましたけど、そういうのもね、かわいいな。かわいい感じかだよわね。いいですよね。ね、おごってあげたくなっちゃう。おごってあげたくなっちゃう。いや、なんですあ、なんで、おごれよと思いますけど、そんだけおごれよってなんですけど、一緒にいてもね、かわいいですよ。練習とかもやっぱりストイックでしたか？
先週はストイックですね。本当に何をするにもピッチングとバッティングにつながるような取り組みをしてたのかなって。あとやっぱトレーニングですね。ウェイトトレーニング。ウェイト場に住んでんじゃないかぐらい。こう、え、家家賃払ってるウェイト場のっていうぐらいいましたよ。行ったらいつもいるんです、ね。いつもいるから、絶対隠し部屋があって住んでます。あそこに、あいつは。そんなにいたんですね。言えますよ。いつ行ってもいるイメージあるかな。じゃあ、それぐらいストイックにやってたんですね。そうですね。まあ、野球だけみたいなイメージがあります、ね。はい。あとは寝るとか。いや、ほんとそうです。寝るのも多分野球のために寝てますからね。そうですね。そうなんですよ。だから野球以外のこと何を考えてんのか、入る隙間がないんですかね、野球以外。なんかゲームとか一緒にやったことないんですか？あ、ありますよ。あ、携帯ゲームとかよく。あ、そうなんですね。あります、ね。負けるとめちゃくちゃ悔しそうにしてます。へー。野球じゃ勝てないんで、ゲームで勝つ。はい。ここぞとばかり。ここぞとばかり。ボッコボコでした。うわぁ。もうほんとちょっと前ですよ、その、WBC。はい。で僕、東京ドーム見に行ったんですけど、メキシコ戦だったかな、はい、はい。見に行って。東京ドームだと、あ、違うか。オーストラリアか。あ、じゃあオーストラリアですね。オーストラリア戦見に行って、はい、で、まあ、勝って。はい。で、東京ドームの外出たらね、テレビ、5台ぐらいブワーってあるんですよ。いろんなテレビ局が出て、はい、観客にインタビューして。はい。で僕は、そのテレビを見つけた瞬間に、一個一個、どうも、元大谷翔平と同期の、赤木と申します。そんなことしてたんですか？そうなんですよ。喋って、はい、で、一個終わったらまた次行って、どうも、喋りますよ、同期の、同期のありがとうです。行って、こう、5個ぐらい回ってたんですよ。ほうほう。そしたら次の朝、なんか僕が使われたんですよ。大谷選手の。大谷選手の同期の新垣さん、やっぱ言った効果があったんだなと思って、はい、使われたんですよ。はい。ペロッと横見たらね、はい、ファンって書いてある。一言、ファン。おい自己紹介しましたよと。おそらくね、テレビ局の方は、こいつやべえやつだなと。話だけやったら、普通に話せるファンだなと思ったんですよ。嘘ついてるね。同期っていう嘘をついてる。嘘ついて来たやつが来たけど、まあコメントちゃんと取れたから、はい、使うかってなって、ファンってテロップつけてた。それはちょっとびっくりですね、はい。いいんですけどね。ファンなんですけどね。それ以来も大谷翔平選手のファンですよね。めっちゃ言われますからね。本当ですか？はい。逆に感謝ですね。いや、そうなんですよ。だからありがとうございますと。引いてたらダメですね。はい。自分からどんどん行かないと。はい。それも届いてればいいですね、大谷選手。届いてんのかな？あ、送ったんですよ、でもそれ。ああ、そうなんですか。写真を。ファンって書いたって。はい。ファンからだから仕方されましたけど。おいおいおい。記録ついてくる。それはもう大谷翔平のファンになったよって思ってるわけよ、はい、それはもう彼の中で分かってる、納得したんですね。それは良かったです。良かったです。あとですね、大谷翔平選手とねよくやる遊びみたいなのがあって、ほうほうほう、グラウンドで隙を見つけて後ろから胸を突く。胸を突くんです。どういうことですか？分かんないですよね、はい、例えばこれが大谷翔平だとします、はいはいはい、これまだ投げてるからですけど、まあ、普通にこうやって歩いてるとします、はいはい、で僕がこう後ろから近づいていって、はい、って胸をつくんですよ。行ったみたいになって、はい、で僕がまた練習してると今度は逆に大谷翔平から後ろから胸をダーって疲れて、へー、どっか行っちゃう。そんな声出すんですか、大谷選手？出します。へー。あれはね、一時期すごい流行ってたんですけど。そうなんです。あいつ力がおかしいからめちゃくちゃ痛いんですよ。怪我したんじゃないかぐらい痛いんですよ。はい。危ないんですよ、あの遊び。後ろから隙をつくっていう。でもそれは、柿さんがやったからやられてるんですよね。そうそうそう、まあ。そうなんですけどね。そういうことがありましたね。危ないんですよ。負けず嫌いだから、いつまででもやってやり返してた。必ず最後は大谷選手の一撃で終わる。一撃で終わるっす、もう。もうまあ諦める。そういうなんか、お茶目な一面。いや、もうありますよ。そういうところも聞けて、はい、僕も一ファンとして。はい。そうですね、はい、そんな彼もずっと応援しましょう、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそれでは、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。またねー。